ウルフ・キルステン、ウルフ・キルステン、ウルフ・キルステン、1965年12月4日帯はドイツ、旧東ドイツ出身の元サッカー選手。ポジションはフォワード。1980年代から1990年代のドイツを代表する選手の一人であり、二つの異なるナショナルチームでプレイし100試合出場、東ドイツ代表49試合。 ドイツ代表を51試合に達した初の選手である。キルステンは、故郷の矢を経て、1979年に、ディナモドレスデンの下部組織に入団。1983年にトップチームに昇格し、同年8月13日に行われた戦で、デビューすると、ドレスデンのレギュラーに定着し1990年までに、リーグ戦154試合で57得点。 ヨーロッパのカップ戦においても21試合で8得点を記録した。また、2度の DDR オーバーリーが優勝、1988から89シーズン、1989から90シーズンと3度の優勝、1983から84シーズン、1984から85シーズン、1989から90シーズンに貢献し、 1990年にはを受賞した。1990年7月、ブンデスリーが一部のバイエル・レバークーゼンに移籍。1990から91シーズン開幕戦のバイエルン・ミュンヘン戦でデビューすると、この試合で初得点を決めレバークーゼンのサポーターに認められた。レバークーゼンでは2003年までにリーグ戦350試合に出場し182得点。 ヨーロッパのカップ戦においても54試合に出場し32得点を記録した。また、1992から93シーズンの DFB ポカール決勝のヘルタベルリンアマチュア戦では決勝点を決めてタイトル獲得に貢献。UEFA チャンピオンズリーグ2001から02ではミハエル・バラックラと共に優勝に貢献した。個人ではからシーズンに リーグ戦で20得点、1996から97シーズンと1997から98シーズンには、それぞれ22得点を上げリーグ得点王となった。その後、2002から03シーズン限りで現役を引退した。東ドイツ代表としては1985年5月8日に行われたデンマーク代表との国際親善試合でデビュー。 1986FIFA ワールドカップ予選や UEFA 欧州選手権1988予選や 1990FIFA ワールドカップ予選にばし1990年5月13日に行われたブラジル代表との国際親善試合を最後に代表からシりぞくまで国際 A マッチ49試合に出場し14得点を記録した ドイツ代表としては1992年10月14日に行われたメキシコ代表との国際親善試合でデビューした。当時の代表監督、ベルティフォックツは、ユルゲン・クリンスマンのパートナーを務めることができ選手を探していたがキルステンはアンドレアス・トームやシュテファン・クンツラと共に1ランク下の選手とみなされていた。1994年に アメリカ合衆国で行われた 1994FIFA ワールドカップでは表メンバーに選ばれたが出場機会はなかった。1996年の UEFA エウロ96では代表メンバーから落選したが 1998FIFA ワールドカップヨーロッパ予選では好調なプレーを維持すると1998年にフランスで開催された本大会でも 代表入りを足し、準々決勝のクロアチア代表を含む4試合に出場した。北津の後任として、エイディッヒリベックが監督に就任した後も代表に招集され、2000年にオランダとベルギーで共同開催されたユフィウロ2000では2試合に出場したが、同年6月20日に行われたポルトガル代表戦を最後に代表から退いた。ドイツ代表としての通算成績は、 国際 A マッチ51試合出場21得点で東ドイツ代表時代を含めた通算成績は国際 A マッチ100試合出場34得点となっている。2003年限りで現役引退をすると指導者に転じ、古巣のバイエル・レバー,クーゼンのアシスタントコーチとして2年間の経験を積んだ後、2005年に下部組織のバイエル・レバー,クーゼン・ E の監督に任した。また、 2003年11月16日に行われた引退試合に際して、ウルフキルステン財団を設立し、ドレスデン周辺地域における若者に対するスポーツの推進活動を行っている。2011年にデ、デワークーゼン E の監督を退任し、2012年からは、スポーツ代理店に勤務している。元バイエルミュン,ヘンのエベル、元 VFL ムのパウルフライヤーとに、 ブンデスリーガの史上最速得点記録11秒の持ち主だった。この記録は2002年3月30日に行われたバイエル・レバークーゼン対1 f c カイザースラウテルン戦において打ち立てたものだったが2014年9月5日に行われたレバークーゼン対ボルシアドルトムト戦においてレバークーゼン所属のカリム・ベララビ9秒によって塗り替えられた。 息子のも元サッカー選手であり、ゴールキーパーとして、父親の古巣のディナモドレスデニやオランダの NEC、ナイメ編などに在籍した。東西ドイツ統一後、ドイツ民主共和国の諜報機関、シュタージの非公式協力者であったことを認めている。 なお、キルステンの所属していたディナムドレスデンには1978年から1989年の間に8人から72人の非公式協力者が登録されていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。